初めての草屋。なんとさらに袋に入ってて匂いがしないという開けた瞬間に、ほぐしお召し上がりやすくされております。もう臭い気がする。あ、臭っ。あ、この袋が臭いです。すでに今変な匂いしたもん。すげえ。あ、これこの状態だ。それめっちゃ臭いからすごい、やだ、すごいです。すごいですね、これ。どう、どう開けるの、怖っ。開けます。臭くないって言ってたよね。これでも臭くないんだね。あんまりってことなんだろうね。開かないな、これじゃ。行ってくるんだ。もうちょっと待って。あ、カレンダー変えてくれたんだ、ありがとう。どういたしまして。うん、明日は節分か。焼きます。そう、節分の前の日です。この初草屋を食べてる日はめちゃめちゃ匂いがするな。すごいね。あ、すごい、こんな状態。いただいてみます。素手、素手でもんちゃん。ほぐしてあって食べやすいって書いてある。うん、臭い。味は美味しいけど本当思ったより臭い。初めて臭い。初めて臭い。すごい臭い。すごいすごい臭いっすね。いやでも、うん、でも酒飲む人が好きなのもなんとなくわかるような、癖はすごいもんね、気がしますが、うんうんうんって感じです。でもこれで臭くない方だもんね。という話を聞きましたけど、うん、臭かったよ、おばさん。ほんと